はい、どうも。今日は、リクエストにあった、変態歴シリーズですね。ただ、2月のシーズンなので、5ヶ月前とかですね、5ヶ月前。5ヶ月前とかのリプレイなんですけど、なかなか、動画にする機会もなかったんで、なかなか、出してはいなかったんですけど、今回はそれを見ていこうかなと。初見殺しから学べることもあるだろうということで、使わない方も見ていただきたいなという感じです。最近は、進化2枠、いろんなタワーとかも出てきて、この人、活躍はあんまりできてはないみたいなんですけども、当時は、500位か、300位ぐらい、200、300ぐらいまで行ってたのかなっていう感じの、プレイヤーです。で、この人ね、もう俺、クラントとして YouTube 使っていいって言って、もらってきたんで、Twitter やってないんですよね。SNS とかももうやってないです。もう完全に、クラロワ一本筋の人です。というわけで見ていきましょう。見ていきましょう。2月シーズンはまだタワーユニットが1枚、進化枠も1枚っていう感じで、まだ今に比べたら比較的平和な時期だったのかなという感じです。初手は、バレル飛ばしたんですが、初手の出し方はババアバレルゴーストっていう感じで、進化から回す動き、今だったら、バレル進化もあるので、もしかしたら、バレルから飛ばすのも正解なのかなっていう感じなんですけど、この当時はこんな感じの回し方でした。さあ、ここガゴムで出して相手スキル使いました。これは単純に相手が、ガゴムで持ってるって思ってなくて、で、ババ持ってるっても思ってなくてのボーラ出しちゃって、ボーラ切ったので逆サイドババで、ババを守ろうとすれば逆サイドのガゴムレが入るっていう感じで、これは初見殺しの強みが出てますね。で、結構、覚えておいてほしいのは、ロリババ矢の飴っていう、組み合わせがあんまりないんですよね、基本的には。親衛隊ロイホグとかは、矢の飴ロリババっていう組み合わせあるんですけども、基本的にはロリババが入ってたら矢の飴あんまりないので、それもあってガゴムで出したっていうところもあるかなという感じです。さあ、ここメガナイトダクネ組んでいきましたが、このデッキは基本的にはこのメガナイトダクネで組んでいくっていう感じのデッキです。これが攻めの軸になって、で、初見殺しとして、バルーン、バレル、ガゴムレを、相手に合わせて刺していく。で、そのサポート役として矢の飴、ゴースト、ババがあるっていう感じのデッキになります。もうとにかく基本は、ダクネとメガナイトで形を組んで、なんでもうメガナイトがもうほぼゴレっていう感じで思ってもらってもいいのかなっていう感じです。このデッキに関しては、もう本当に今も、ダクネメガナイト組んだんですけど、もうダクネ出したらメガナイト絶対、それかもう捨てるかっていう感じですね。で、メガナイトがいるときはもう絶対ダクネを後ろにつける、そういう感じの立ち回りをしていきます。さあ、メガナイト、ダクネがぶっ刺さっていくと。で、ここバルーン。これは、相手がテスラ切ったので、施設がないから、一発入ればいいかな、もしくはもう爆弾が入ればいいかなぐらいな感じで投げたのかなっていう感じです。で、今対戦相手は、ティタニっていう、ポーランドの方、日本語訳だとタバコっていうらしいですね。クロスでかなり有名な選手で、最高順位が10位、11位とかっていう感じで、ここ丸太を切ったからバレルを飛ばしていくっていう感じですね。このキング J はかなりバレルを、ずらしたりするんですけど、初見殺しならではなんですけど、それは、普通の枯渇だったら、ずらしてくるかもっていうのは頭に入ってるので、なかなか刺さらないんですよね。ただ、初見殺しデッキに関してはかなり毎回ずらしてもいい。あんまり見たことのないような盤面ができてる状態で、わちゃわちゃしてて、意識が割かれてない状態での、このずらされた、いきなりずらされるバレルが結構ぶっ刺さるんですよね、いろんなデッキに。なので、このキング J はもう毎回毎回ずらすっていう感じです。さあ、ダークネ行って、ここの、巻き戻し、できれば巻き戻してみていただきたいんですけど、この矢の飴を我慢して、このメガナイトを構えたっていうのは本当にうまいです。対戦相手は、進化アーチャーを持ってて、矢の飴打つかなってちょっと思ったんですけど、クロスが来たら困るから、メガナイトを構えてました。矢の飴打ってたらもうダクネ出して、で、対戦相手に丸太切られて、ダクネ飛ばされて、クロスがガン刺さり、エリクサーがありませんって状況になってたので、かなりうまいプレーです。さあ、ここメガナイトダクネでしっかりと
クロスを潰して、ゴーストで山目を構えてます。山目を打っていく、2倍タイム3倍タイムでクロスに対してこう防戦一方になったり、もしくは、引きこもられてファイブ削りとかでされたら、こちらもう山目でしか削れないので、そういうのもあって、まあ、早めに、ちょっとずつで少しでも、序盤のうちに削っておこうという感じの山目になってます。さあメガナイト後ろからこれは、ダクネをもう確実に、つなげるために、前じゃなくてもう後ろからメガナイトを出して形を組んでしっかりクロスを潰していく。でナイトがない状況で、ゴーストを出して、さバレルここずらしてる、このこれなんですよね。この意識がない状況で、ずらしたバレルがぶっ刺さるという初見殺しならではのプレー。さあここはもう守っていくだけ、メガナイトを構えてます。さあメガナイトを真ん中に出してしっかりとクロスを受けつつ、受けつつのさバルーンも組んで、ここはマジでうまいんですけど、アイスピでクロスの圏外に持ってかれたところをダクネしっかりとケアしている、もう基本がしっかりしてます。さあバレルを飛ばして一発入ってメガナイトが入ってジジという感じですね。さあ3戦目、メロ、この人も、ラバーハウンドで割とこう有名っちゃ有名なのかなっていう感じですね。でここは、ラバーに対しては逆サイドでメガナイト、メガナイトが出たらもうダクネは絶対来るって思っててもいいので、メガナイトダクネを出していきますという感じで、ここラバルーン組んでいったんですけど、バルーンが先行してるの、これおそらくまあコメントでスタンプ的にはもうミスなのかなっていう感じなんですけど、昔ちょっとこうラバの前にバルーンをつけてでガゴムで防衛してきたのをこうバルーンの爆破で飛ばすみたいな、そういうテクニックがちょっとこうツイッターとかで流行ったこと、話題になったことがあるんですけど、今回はまあスタンプ的におそらくミスなのかなっていう感じです。でおそらくまあキングジェイとメロはおそらく知り合いなのかな、まあ、スタンプのこう会話的に、まあ、知ってる人同士、当たったことがある人同士なのかなっていう感じです。バレル飛ばして、バルーンでタゲを取ってバレルをぶっ刺していく、これね結構やるんですよね。1本折ったらバレルを飛ばしてバルーンでタゲを取ってみたいなのをかなりやります。さあここはラバーハウンド行きます。でまあ結構なんだろう、相手ラバーハウンドとかに対して矢の雨を持ってたりすると、まあ、矢の雨警戒で結構ガゴを使わなかったりとか、そうこういう風に矢の雨構えてるじゃないですか、相手が、でここでガゴムで出してたら矢の雨で飛ばされて結構ピンチになるので、ここはしっかりコウモリで許容しながら、さあ矢の雨をここで使ってメガナイトが入っていく、これがうまいですね。矢の雨持ちにはガゴムレを隠すという感じで、結構こういう駆け引きがいいですよね。この、まあ、捨てると見せかけてガゴムレ出して、まあ、序盤のやつとかもそうなんですけど、捨てると見せかけてガゴムレ出してこう絶妙なタイミングで、しっかりと防衛していくみたいな。さあここもバレル飛ばしてバルーンで、ぶち込んでいくっていう動きで、さあ残りはさあ防衛、いやここもうまいですよね。さっきガゴムレで防衛しなかったけど今回は防衛しますと、マジでうまいです。この駆け引きが本当にうまい。さあここは進化スケルトンに対しての当てるカードがないから、ここは攻めるどっちが早いかっていう勝負なんですが、バルーンが先。いやマジで駆け引きがうまいですね、こういうところ。さあ相手、次の相手はアレンダー、まあ結構有名なのかな、有名っていうか、まあまあ知ってる、割と知られてるゴレ使いではあるのかなっていう感じです。ゴレポンプ使いかなと。さあここはバレルを飛ばしていく、この位置は、トルネがあるっていうのを分かってるので、もう対戦相手のデッキはおそらくキング J 分かってる状態でのプレーですね、これは。さあここはババを合わせて、で結構このエリポンに対して当てるカードがないっていうのが痛いところですよね。さあゴーストを出してバルーンまで行きます。さあスケドラで防衛される、
結構組みづらいところですね。ここダックネかな、ダックネメガナイトかな、ちょっとこの辺のプレーはあんま覚えてないんですけど、さあここはガゴで防衛して、ガゴで防衛して相手はライドラー、ここちょっと覚えてないけど、覚えてないけどダックネかな、まあ、トルネがないからっていうことですかね。トルネがないからバレルを飛ばして、ここずらしてるのが効いてる。そう、ここうまいですね。エリクサーがないところで陸受けを出せない対戦相手はここでがっつり入っていく。こういうエリクサーハークとか、まあ、手札ハークみたいなところもかなりキング J うまいのかなっていう感じです。さあ入っていく。さあ形を組まれたらどういう感じで防衛していくのかっていう感じなんですが、矢の雨でここはまずは、しっかりと防衛して、ここ攻めるのか防衛するのかって結構難しいところなのですが、ここは守りに行きますかね。メガナイトでダクネを組んで、ライドラが結構邪魔くさいかなという感じですけど、さあダクネは後ろから行って、さあガゴムで構えてますと。ライドラ、このライドラが本当にめんどくさい。トルネとライドラでこのガゴムネが処理されるので結構めんどくさいんですが、さあ山目入れて防衛しきれないかな、これは防衛無理ですね。ここはもう諦めてない、防衛諦めてないのか。ここはまあ守れないということで、さあここはメガナイトで受けて、さあ相手はエリポンを出しました。このエリポンを回収しきる前に攻めきれたら、さあうまい、これギリギリのエリクサーでバルーンが入るタイミング、本当にギリギリ、このタイミングはマジでうまい。さあメガ、ただしあんまり入ってないですね、あんまり。さあゴーストから回してダクネか、ダクネ行って、さあここを防衛するか、どうやって防衛するか。ババから出して、さあスケドラが邪魔くさいですね。これライドラ潰したいけど、さあ矢の雨から切ってガゴムで刺していく。いやーいい防衛、ただヒーラーが残ってるのがちょっとめんどいか。メガナイトで潰して、いやーヒーラーやばいなら、ヒーラーとライドラ、ライドラがやばい。さあここは、さあ逆サイド行く、逆サイド折り切りたい。ここゴースト、バレルまで飛ばして、ただトルネを使われたが、まだバレルが、バルーンが残ってる。1発2発3発入れば勝ち、ジジイ。まあ、相手の防衛ミスっていうところもありますが、攻め方良かったですね。ゴーレムが来るっていうタイミングを見越して逆サイドを組めっていうところがかなりうまかったです。さあこれは対戦相手、次はムギル。この人も結構有名っちゃ有名な方ですかね。さあここは、進化から切るという感じで、さあ、ボーラーが出てきたので逆サイド、いやここは防衛から入るか。ダクネを組んで、さあメガナイトかな、ダクネメガナイトで絶対形を組んでいく。さあメガナイト出した、ジャンプはしない。さあここはロリババ切ったからバレルまで行くのかな、ちょっと覚えてないな。ゴースト、ここはゴーストで防衛してガゴムレまで出して防衛していく。これもさっき言ったことなんですけど、ロリババが入ってると大体まあ矢の雨が入ってるってことはあんまないんですよね。今矢の雨環境だから、もしかしたら今は割とあれなのかもしれないですけど、基本的にはあんまりないです。さあこの矢の雨ちょっと遅かったですね。さあここの防衛もしっかりしてる。結構真ん中に出しがちっていう感じではあるんですけど、こういうところは、ただしっかりと、冷静に判断して防衛していきます。さあここは相手はボーラーからスタートか、ボーラーから出していく。するとこっちは、さあバルーン単体バルーン、単体バルーンでしっかり形を組ませない動きから入って、さあ対空を切らせました。さあ相手は形を組んでいく、ゴーストとメガナイトで受ける。
さあ相手は、トリトン出しましたが、さあここはいお、ここガゴムレか、ガゴムレ行ってさあロリバは切った、バレル飛ばした、いや入るっすね。そしてゴブリン、ゴブリン出さないと結局ガゴムネが入っちゃうから、まあゴブリン出さざるを得ない。でここボーラー出しちゃったから、さババア止まらないっすね。これうまいっすねマジで。ガゴムネのためにゴブリン切るしかなくて、でロリババ使っ、ボーラー使ったからババアが入る。ただこっちは11交換にはなっちゃったんですが、ダクネから切って、さあこれはライトニング入る。さあこれちょっとめんどくさいですね。ガゴムネ出しちゃってもこの爆破があるからちょっと出しづらいところであるんですが、まあしっかりと出していって、さあバレル、バレルバルーンですね、基本の動きから入って、さあバルーンが爆破だけでまだですね。でこっから、ゴーストで強要かな、ゴースト早いっすね。ゴースト、このカドロイジャイを読んでの、先出しゴーストでしっかりと防衛していく。さあここはもう一回バレルか、さあメガナイトから、メガナイトから行って、さあここは一旦落ち着いていくと。対空切ったからこれもしかしたら、おここはしっかりと防衛から入っていく。さあ対空切って今手札にないっていうのがキングチェイおそらく分かってる状況で、さあゴースト矢の雨、さあどうする、バルーン行くか、ここは一旦待つと。お、そうメガナイト逆サイドに出して、さあガゴムでしっかり防衛していく。ババから出し、うまい、うまい、マジで。ライトニング、飛来心を、飛来心していって、さあ、対空切ったからバルーンが素通り、ライトニングも出せるエリクサーない、一発、二発、GG と。いや、マジでうまい。さあ、ラストは、ノトリオス。この人も有名なね、フェノデッキ使いですね。ロイジャイ、ホグライダー、スパーキンが入ってる。この人から、昔俺も、動画をもらいに行ったこともあるぐらいの、かなり、有名なプレイヤーです。でここはまずは進化から回す動きから入っていく。そうマジでちょっとあのこの辺本当に覚えてないですよねマジで覚えてない、さあここはダクネから行って、おそらくメガナイトでスパーキーを踏んでいく。で逆サイドこのババも結構邪魔っちゃ邪魔なんですが、ゴーストかな、ゴーストで受けるっていう感じで、さあ先にバレルから飛ばしていく。さあこれは矢の雨を打ってダクネが完全に残ってる、入っていきますという感じですね。対戦相手のデッキはこれガゴとガゴムレが対空が2枚しかないので、それを読んでの動きをしていきたいっていう感じですね。でガゴムレをこっちは使いたいけど、まあ矢の雨ザップ、かなりこう使いづらい感じではあります。さあ相手はスパーキーからかな、スパーキーから組んで、さあゴーストに対してスパーキーから組んで、このゴーストの位置もいいですね。ゴーストの位置も、まあ一番端っこから出すことによって、まあ、このもし正面に出してたらこのスパーキーに、釣られたりもするんですけど、正面に出さずにしっかりと端から出すことによってタワーに一発入れていくという、まあ基本が本当にしっかりしてますね。でバレルを飛ばして1本まずは取っていくと。でガゴに対しては矢の雨を飛ばして、さあメガナイトダクネがこれは許容できないのでガゴムレ出してしっかりと防衛していく。でここ対空がもう完全にないので、これもしかしたらバルーン行くのかなっていう感じですけど、ゴーストから切って、さあここバルーン、これがね、これがこういうところはうまいですよね本当に、手札を完全に読んで、相手のデッキがかなり有名っていうところもあるんですけど、手札を完全に読んで、で、ここババを無駄にしないための
さあうまいですね、この山目打ってで、えバルーンまで行っちゃうか、バルーンまで行って、さあここ防衛しようがない、馬場を守ろうとしたらもうバルーンが一発絶対入る。さあバレル飛ばして、さあ山目使いづらいぞ、ここここ使っちゃったらガゴムネが刺さっちゃうから、でも使っちゃう。そしてホグライダーに対しては馬場で守って、さあゴースト入ってます1本、ただゴーストが入ってる171、これいやでも怪しいか、171、ここで、まあ、気をつけるべきは、まあ、柳目が、この当時が、162かな、足りないので、まあ、しっかりとここで入れて勝つと、柳目単体で打たないのうまいですね。